ハレルヤー、アメン。アメン。ハレルヤー。アメン。ハレルヤー。こんばんは。ヒカルさん、こんばんは。小太郎さん、ハレルヤー、アメン。カズキさん、ハレルヤー、アメン。アメン。ハレルヤー、アメン。こんばんは、こんばんは。今日もちょっと寒かったかな。まあでもね、一番寒い時から比べたらだいぶいいでしょうかね。早くね、春が来てほしいです。アメン。皆さん、こんばんは。こんばんは、ハレルヤー。今日が28ですね。27ですね。ということは、あさって、28、29、木曜日ですね。木曜日が3月ですね。あと3日。はい、あと3日で3月です。アメン。あと3日で3月です。楽しみですね。まあ、3月というと本当になんかこう春という感じでね、早く3月なりたいですが、まあでも霊的な春が、リバイバルです。霊的な春、霊的な春を待ち望みます。アメン。本当にですね、リバイバル来た時ですね、ああ本当にリバイバル来た、本当に旧牧師の言ってた通り、やっぱり、リバイバルが来たんだと皆さんがきっと思うことでしょう。そして兄弟姉妹の方はお喜びするでしょうね。いつ来るか分かりませんが、早く来てほしいのですが、希望があるんですね。リバイバルが希望なんです。リバイバルが希望ですから、兄弟姉妹の方々、私たちにはたくさんの希望があります。天国という希望がありますね。そして、イエス様の再臨という希望があります。そしてリバイバルという希望があります。イエス様という希望がありますね。たくさん希望があります。兄弟姉妹の方々はたくさんの希望を持っています。天国という希望、ね、それから再臨という希望、それからリバイバルという希望、そしていつもイエス様が一緒にいるイエス様が永遠の希望です。永遠の希望。クリスチャンの方々、私たちは希望がいっぱいなんです。希望がいっぱいです。信仰のない方は、ホープレスですね。ホープレス、ホープレスっていうのはホープがない、希望がないというね。希望ぬ、希望ぬじゃないな、希望ぬは希望ぬじゃない、反対の言葉。多くの人は希望がありません。多くの人は希望がありませんが、私たちは希望があります。希望がいっぱい、そのなくならない希望、本当の希望ね。ですから、あのリスナーの方みんながですね、希望に満ちてほしいのですが、なかなか意地張ってですね、信じようとしません。悪魔が邪魔してですね、信じることを邪魔してるんですね。ですから皆さん、信じてない方は、まだイエス様を信じてない方はですね、悪魔が邪魔してるんだということを知ってください。そうか、悪魔が邪魔してるから信じれないんだ。悪魔が邪魔してるから、信仰は持てないんだ。そうか、やっと分かった、ね。皆さん信じてない方は悪魔が邪魔してるんですよ。悪魔が邪魔してる。どうしたらいいかというと、イエス様、悪魔が邪魔してるから、ね、その悪魔の邪魔を、取り除いて私に信仰ください、私に信仰くださいと祈ればですね、誰でも信仰を持てます。誰でも信仰を持てます。イエス様は皆さんに信じてもらいたいんですから、ただ一言祈ればいいんですね。信仰ください、信仰くださいと言うだけでもう信仰を持てますよね。意固地にならないで、意地張らないでですね、はい、信
信仰を持ちましょう。はい、それではタイトルいきましょう。タイトルね、タイトルは、日本の問題が見つかった。わお、光が差してきた。わお、すごい。皆さん、日本の問題点が見つかりましたよ。日本の問題点が見つかりました。一体何でしょうね。もう答えちゃうと終わりなので、ちょっと少し、ゆっくり言いますので、皆さんに先に答えてもらいましょうね。進行的に答えてください。進行的にね。それではですね、皆さんが、あ、大さんこんばんは。大さんこんばんは。じゃあ皆さん進行的に考えて、皆さんもうすでに答えは知ってるはずです。もう何回も聞いてますから、進行的に答えて、日本の問題点は何か。進行的にですよ、進行的に。日本の問題点は何か。はい、じゃあテストです。はい、テスト答えてください。日本の問題点は何でしょうか。日本の問題点、少子高齢化は霊的では信仰的なことじゃない。出産率の低下も信仰的な問題点。天皇制、少しあるかな。年金も大したことないな。偶像崇拝、ピンポンピンポン。イエス様のことを信じない人が多い、ピンポン。そうですね、はい。キリスト教への迫害、ピンポン。イエス様を受け入れない、ピンポン。円高不況、違いますね。リバイバルはまあ問題点の反対ですね。偶像崇拝、ピンポン。迫害、ピンポン。ニコ生は伝道できてますからいいんです。仏教、半分ぐらい。不信仰、ピンポン。自分の罪に気づいてない、ピンポン。イエス様を誹謗中傷する、ピンポンピンポンピンポン。性の乱れ、半分ぐらいかな。自分の罪を認めない、ピンポン。こんばんは、ピラミキさん。悪魔崇拝、ピンポン。はい、じゃあそれでいいですね。はい、だいたい合ってますね、合ってます。御言葉を受け入れない、ピンポン。アメン。はい、皆さん、正解です、正解です。だいたいですね、この、放送の流れはですね、テーマごとに毎日違うには違うんですが、しかし流れもありまして、つながりもあるんです。ですから今日の、タイトルは、土曜日日曜日の流れとつながっています。正解ですか。正解、そうですね、一つとは言えないかもしれません。土曜日にこう言いました。土曜日にですね、こう聖書があります。この聖書は、旧約聖書と新約聖書があるんですが、その旧約聖書は、ユダヤ人に対する聖書ですね。ユダヤ人に対する聖書で、新約聖書は、クリスチャンに対する聖書ですね。クリスチャンに対する聖書ですが、で、ご飯徳さんこんばんは。そして、その旧約聖書の大事なポイントは、偶像崇拝ダメだよという、すごく簡単な、トピックなんですが、偶像崇拝ダメだよっていうのがすごくたくさん書かれているわけですね。たく
さん書かれてます。もう旧約聖書全体に書かれてますね。偶像崇拝ダメだよという、たった一人の神様だけを礼拝して、偶像、他の神々、異邦人の神々、ね、像とか木とか石とか鉄とか金属で作った偶像を拝んではいけない、偶像崇拝ダメだよ、これが 旧約聖書の、主張なんです。じゃあ新約は何かというと、新約はイエス様が登場します。イエス様こそ、人類が崇める方、信じるべき方、ね、イエス様こそ神の似姿、神の現れ、それが新約聖書ですね。新約聖書ですから、旧約は律法が書いてあって偶像崇拝ダメだよっていう、そういう聖書です。で、新約はイエス様こそ救い主、メシア、神の子である、十字架によって私たちを救ってくださる方、そういう意味で、新約聖書の、主張がイエスキリストだということですが、そこで、人類の歴史、人類の歴史、まあ、イエス様のが十字架にかかってからおよそ2000年ですが、まあ、アダムとエバからすればおよそ6000年、およそ6000年の人類の歴史は、まさに偶像崇拝の歴史と、偶像崇拝の歴史と、そしてクリスチャンが信仰を保ってきた歴史なんです。もう一回言いますよ。世界史というのは、世界史というのはおよそ6000年ですが、人類が偶像崇拝を犯してきた歴史でもあると同時に、クリスチャンが、イエス様を信じる信仰を、保ってきた歴史でもあるということです。これが世界史なんだよということですね。世界史、世界史の意味があるんだよ。世界史は英語でヒストリーですが、ヒズストーリー、ヒズストーリーというのは彼の話ということですが、まさにイエス様の話、歴史というのはイエス様の話なんですね。それで今度はちょっと日本の問題点に行きますが、日本という国は、本当に不思議な国ですね。失われたイスラエルの十部族が日本に来たんじゃないかということで、日本の神道が、イスラエルのユダヤ教の儀式にそっくりである、神社の形態もそっくりである、神主と祭司の格好がそっくりである、おみこしも契約の箱とそっくりである、日本のお祭りはみんなイスラエルのと関係があるお祭りである、あらゆる日本の文化の中にイスラエルがある、不思議な国ですね。日本の国を理解する、鍵がイスラエルだということですね。日本のですね、過去の鍵はイスラエルだよということですね。日本の過去の鍵がイスラエルということですね。それで、話に戻るとですね、結局日本の歴史は偶像崇拝の歴史だということです。日本の歴史は世界の歴史と同じで偶像崇拝の歴史だということです。と同時に、クリスチャンが戦ってきた歴史でもあるということです。世界と同じですね。世界史と同じで、日本史も同じで、偶像崇拝の歴史であり、またクリスチャンが戦ってきた歴史でもありますが、ただ世界史と違うのはですね、世界史と違うのは、今までこの21世紀まで日本はですね、サタンの方が優勢で、偶像崇拝が、この偶像崇拝で占めていたというか、偶像崇拝でやられていた国だということですね。この日本の歴史は、偶像崇拝
だらけの歴史だということです。日本でもクリスチャンがいた時期があります。 4回か5回ぐらいリバイバルがありまして、特にフランシスコ・ザビレが来た時に日本でリバイバルが起きて、たくさんのクリスチャンが出たんですが、豊臣秀吉、徳川家康がですね、日本ではヒーローかもしれません。日本では豊臣秀吉とか徳川家康はヒーローかもしれませんが、クリスチャンからすればですね、はい、太郎さん夫妻、こんばんは、油注ぎを受けに来ました。クリスチャンからすれば、豊臣秀吉もですね、徳川家康も反キリストです。反キリスト、つまりキリシタン禁令を、出してたくさんのクリスチャンを殺した人たちなの。たくさんのクリスチャンを殺した人たちです。ヒーローどころじゃないんですね。もう反キリストですね。反キリスト、そういうわけでですね、たくさんのクリスチャンが殺されてしまった。踏み絵を踏ませて、転ばせて、また踏ませないで殺して、クリスチャンをですね、クリスチャンの信仰をこの剥奪と言いましょうか、信仰を取ろうとした。つまりどういうことかというと、偶像崇拝を強要したということですね。ここが大事なポイントです。もう一回言いますよ、隠れキリシタンをあぶり出して拷問して信仰を捨てさせて、信仰を捨てないクリスチャンを殺したということは、この偶像崇拝を強要したということです。この偶像崇拝の強要こそ、日本の問題点だということですね。先週がそういうシリーズでやってきて、私もちょっと見えてきたね、見えてきたので皆さんにちょっとはっきり言いたいんですが、日本の問題点は偶像崇拝を強要することだということです。これが日本の問題点です。まさに隠れキリシタン迫害、キリシタン迫害そのものだということですね。キリシタン迫害そのものが日本の問題点だということです。ちょっと皆さんにですね、こう納得してもらうためにちょっと言ってくださいね。口で言うと分かりやすいのでね、いきますよ。日本の問題点は、言ってください。日本の問題点は、偶像崇拝を強要することだ。偶像崇拝を強要することだ。言ってください。日本の問題点は、偶像崇拝を強要することだ。日本の問題点は偶像崇拝を強要することだ。ねえ皆さん、日本の問題点見えましたか？日本の問題点も見えましたか？もちろんこれは悪魔の仕業ですね。悪魔は人間を、偶像崇拝を強要するのが悪魔だということですね。悪魔は、イエス様を信じないで、偶像崇拝をさせたい、強要したい、これが悪魔の技だということ。悪魔の技、そしてですね、その太陽戦、これもね、皆さん何回も繰り返して言ってますが、太陽戦争の時のクリスチャン迫害も同じです。太陽戦争の時の天皇崇拝に基づいてクリスチャンを迫害したのも、これは偶像崇拝の強要です。それから韓国や中国やアジアの諸国に神社を建てたり天皇崇拝させたのも、これも偶像崇拝の強要です。つまり天皇制というのは偶像崇拝の強要だということです。
天皇制というのは偶像崇拝の強要だということですね。そしてそのことが分かったのは、先週やった、教職員が、卒業式の時、ね、君が代斉唱や日の丸掲揚を強制的にさせることがまさに同じ問題点で偶像崇拝の強要だということですね。これが先週話してきて分かってきた結論です。もう一回言います。君が代斉唱は偶像崇拝の強要だということです。君が代斉唱は偶像崇拝の強要だということですね。だから日本の問題点が、浮き彫りになってるんだと。徳川家康の時のキリシタン禁令も、太陽戦争の時のクリスチャン迫害も、この21世紀ね、その起立しない職員に強要することも、君が代斉唱を強要することも同じ日本の問題点そのものだということですね。同じ問題点そのものだよということ、見えてきたでしょう皆さん。日本の問題点見えてきましたね。私もやっと見、まあ今までも行ってきたんですけども、なんかこの放送をやりながらなんかやっとはっきり見えてきたような感じがするんです。日本の問題点がこれで見えてきた感じがします。そうしませんか。なぜかというと、昔も今もね、昔も今も同じ問題点があるんだということが見えてきた。皆さん問題点見えましたか。でも問題点が見えるって大事なことなんですよ。なぜ大事かというと、問題点が見えないとですね、解決しないわけですね。やっぱり問題点が見えることによって、ああこういうことが問題なんだっていうことが、分かるわけですね。ですからぜひ皆さん、この偶像崇拝を強要することが悪魔の、技であり、そして日本の問題点であり、この日本にクリスチャンが少ない問題点でもあるということですね。日本にクリスチャンが少ない問題点は悪魔がですね、偶像崇拝を強要しているということですね。それじゃあもうちょっと具体的に説明しますとですね、日本人がクリスチャンになるとですね、一番悩むのは葬式とかですね、仏壇なんですよね。で、私もクリスチャンになった時に父がですね、私のことヨシオって言うんですけど、ヨシオ仏壇を拝めって言うんですね。仏壇を拝まないと感動だって言うんですね。で、私は当然クリスチャンになったんですから仏壇を拝まないわけです。お父さん、私はクリスチャンだからね、悪いけども仏壇を拝まないんだよ、勘弁してください、私はイエス様だけを拝みますね。先祖を拝みません。先祖は尊敬するけれども、先祖は神じゃないから、死んだ人を拝んだり先祖を拝んだりしません。親を敬いますけど偶像崇拝しませんと言って、仏壇を拒んだ、仏壇を拝むことを拒んだ。そしたら感動されました。感動ですね、3回感動されましたね。感動っていうのは1回で感動なんだけど、親って甘いですよね。3回感動しても結局感動されなかったんですけれども、なかなか、まあ、そういうふうにですね、日本のクリスチャンがですね、クリスチャンになるときに一番問題になるのは、そういう仏壇を拝むかどうかとかね、法事とか葬式出るかどうかとか、そういう偶像崇拝をやめなきゃいけない問題点にぶつかるのが日本のクリスチャンの最初の問題なんですね。
まあ、あるクリスチャンは妥協してね、その掃除出たり葬式出ることもありますが、熱心なクリスチャンはやっぱり法事を出ないとか葬式出ないとか仏壇を拝まないような信仰にもなりますけど、大体家族に嫌われる場合があるわけだから、そこからして偶像崇拝を強要する国だということですね。仏壇を拝めとかね、先祖を拝めとか、その要するに日本そのものは、その偶像崇拝を強要する、もともとそういう国だということですね。それが1点ですね。でもう1点はですね、もう1点は、日本だけじゃないですが、日本だけじゃないですが、世界はそうなんですが、拝金主義ですね。拝金主義っていうのはお金を拝む、お金を拝むことを拝金主義というんですが、日本はまさに拝金主義。ああ、もうでもバブルが弾けたから拝金主義なくなってきたかもしれません。今中国が拝金主義かもしれませんね。中国が拝金主義かもしれませんが、そのお金を拝むという拝金主義がやっぱり日本の社会、世界の社会を蔓延してるんだと思うんですね。何でもお金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 、これが拝金主義です。拝金主義ね、皆さんもね、お金に縛られてるでしょう。皆さんお金を拝んでるでしょう。皆さんもお金を愛してますよね。そう、お金が偶像なんですよ。お金が偶像ね、お金が偶像、ですから、そういう意味でこの世というのは拝金主義という偶像崇拝をさせてる世の中でもあるということですね。拝金主義を、この強要してると言ったらいいのかな、拝金主義を強要している、社会だということが言えます。アメン。これが一つの問題点ですね。あとですね、そうですね、偶像崇拝を強要する部分といった会社かな、会社に入るとですね、なんかこう言うこと聞かないとクビにするぞと言ってですね、いろいろ嫌なことをさせられることがあると思うんですね。不正行為をさせられるとかですね、屋上の神社を拝まさせられるとかですね、なんか接待を無理やりさせられるとかですね、残業を無理やりさせられるとか、なんかその会社に入るとなんか嫌なことを強要させられます。パワハラさせられます。これも一種の偶像崇拝の強要ではないでしょうかね。これも偶像崇拝の強要と言ってもいいんじゃないかなと思います。とにかくこう社会全体が偶像崇拝をしろしろというね、例えばその雑誌、女性雑誌がですね、この恋愛を進めたり不倫を進めたり不倫を進めたりすることがあるとするじゃないですか。小太郎さん、サタンの仕業ですね。そういう不倫を進めたり、このね、不倫を進めたりするような雑誌、女性雑誌とか小説とか映画とかテレビ、これもですね、恋愛という偶像崇拝、また、公職という偶像崇拝を、まあ、強要はしてないかもしれないけど反強要的にしてる社会ね、恋愛とか不倫を、いいよいいよってね、進めてるような反強制的に進めてる社会、これも偶像崇拝を強要してる社会と言えるんではないでしょうか。つまり皆さん、この世というのは偶像崇拝を強要してる社会なんだということです。偶像崇拝を強要してる社会、特に日本はそうだということですね。特に日本は偶像崇拝を強要している社会だから、今日のテーマはですね、日本の問題点はそこなんだよということですね。日本の問題点は偶像崇拝を強要していることが問題なんだよということですね。ね、なんか見えてきたですね。
光が差してきましたね。なんかこう、私自身もですね、もちろん知ってはいたけれども、まあ先週から話の流れでなんか見えてきたなという感じなんですね。見えてきたというか、はい。それではですね、ちょっと待ってください。御言葉を用意してありますので、御言葉もちょっと見たいと思うんですが、御言葉、はい、御言葉はですね、これですね。ね、あ、ない。ごめんなさい、まだ用意してなかった。すいません。用意してるつもりで用意してなかったですね。ちょっと待ってください。今すぐ出ますから。コロサイ。ごめんなさいね。コロサイ。どこにコロサイがあるのか。コロサイ。あった。これだ。コロサイ。はい、コロサイありましたね。はい、コロサイ。なんかいろいろ出た。あ、出ました。コロサイね。はい。はい、なんかこのチカチカするなんですよね、これチカチカする、あ、これね、はい、コロサイ3の5ですね、これ時々やるとこ、コロサイ3の5、ですから地上の体の諸部分、すなわち不貧困、汚れ、情欲、悪い欲、そしてむさぼりを殺してしまいなさい。このむさぼりがそのまま偶像崇拝なのです。このようなことのために神の怒りが下るのです。あなた方も以前そのようなものの中に生きていた時はそのような歩み方をしていました。しかし今はあなた方もすべてこれらのこと、すなわち怒り、憤り、悪意、そしりあなた方の口から出る恥ずべき言葉を捨ててしまいなさい。まあ、偶像崇拝っていうのは、まあ、偶像を拝むことなんですが、まあ、別な言い方からすると不貧困、汚れ、情欲、悪い欲、そしてむさぼりを殺してしまいなさいということで、このむさぼりが偶像崇拝、むさぼる、肉をむさぼる、欲をむさぼる、お金をむさぼる、ね、性欲をむさぼる、これが偶像崇拝なんだよということ、つまり信仰の反対ですね。信仰は霊的なものを求めるんですね。信仰は霊的なものを求め、偶像礼拝は、偶像礼拝は肉的なものを求める、肉的なものを求めることが偶像礼拝で、霊的なものを求めるのが信仰だということです。偶像崇拝というのは、肉のむさぼりだということですね。はい、グルーズさんこんばんは。皆さん言ってください。言いますよ。偶像崇拝は肉のむさぼり。言ってください。偶像崇拝は肉のむさぼり。言ってください。偶像崇拝は肉のむさぼり。言いましたか。はい、偶像崇拝は肉のむさぼり。偶像崇拝は肉のむさぼり。アメン。素晴らしい。アメン。偶像ちょっとですね、音が出なくなっちゃった。はい、これで音が、あ、すいませんでした。なんか止まっちゃったみたいで申し訳ありませんでした。何かあの聖書の箇所で止まってたみたいで、止まってることをちょっと気がつきませんでした。すいませんでした。はい、これで日本の問題点分かりましたか。日本の問題点分かりましたか。日本の問題点は、偶像崇拝を強要する国だということです。
で、そういうことをまずしっかり理解することですね。偶像崇拝を強要する国だということ。そこで私たちは今偶像崇拝をやめて、イエス様を信じる信仰に入りました。これは大正解ですね、大正解。そして私たちは、この日本がリバイバルを起きるために、どうしたかということなんですが、まあ、幸いにですね、幸いに、隠れキリシタン近隣の時とか太陽戦争の時のように今信教の自由があるので、偶像崇拝を、まあ、このその見える形で強要されないということは幸いだと思いますが、目に見えない形で強要されているということなんですが、この問題点が見えたときに今度はですね、どうしたらいいかということを考えていきたいと思います。で、とにかく今日言いたい結論はですね、今日言いたい結論というのは、悪魔は偶像崇拝を強要してるんだということですね。悪魔は脅し、特に脅しですね。悪魔は脅しで偶像崇拝を強要すること、これがですね、これがあの、大事なポイントです。悪魔はいろんな形で偶像崇拝を強要する、そこが大事。まさにあの踏み絵がまさにそうだということですね。踏み絵というのは、信仰捨てないと殺すぞという、信仰してないと殺すぞというまさに強要ですね。まさにこの日本の問題点は不明だということですね。これもちょっとあのいいテーマなので皆さんあの言ってもらいましょう。日本の問題点は不明だ。言ってください。日本の問題点は不明だ。わかりやすいでしょ。要するに不明っていうのはあの偶像崇拝を強要しているということですね。やっぱり私たちですね、日本人のクリスチャンとしてやっぱり日本の問題点をしっかり霊的に見るということが大事だと思うんですね。日本の問題点をしっかり見る、これがとても大事なことです。なぜかというと、これから、これからですね、あのあれです、日本がリバイバルを起こすためにはその問題点を、問題点あのリバイバルを起こすために問題点をしっかり理解することですね。はい、それでは、じゃあ今日はこのぐらいにして証し行きましょうね。証しタイム行きましょう。はい、じゃあですね、日本がどのように、皆さんがどのように偶像崇拝していたか、偶像崇拝から立ち直ったかという偶像崇拝立ち直り証、偶像崇拝立ち直り証いきましょうか。はい、偶像崇拝立ち直り証スタート。偶像崇拝立ち直り証スタート。立ち直りました。心に神がいることに気がついた。お金が好きなのは偶像と同じですね。お守りを捨てました。栄職人を賛美するのをやめました。アメン。親のタンスを捨てました。アメン。イケメンに興味がなくなりました。アメン。イエス様は癒してくれた。墓参りしてましたけど違和感があった。
元カノがにしたとすれば中絶はダメですよ。中絶はね、君が歌わなくなりました。イエス様を信じるようになりました。女性に興味なくなりました。映画も偶像、中絶はダメです。テレビを見なくなりました。テレビも偶像です。まあ見ちゃいけないっていうことじゃないですけど、偶像になることがあるという。恋愛に興味がなくなりました。恋愛も偶像です。恋愛も偶像です。イエス様を信じたら毎日が幸せになりました。墓の前で泣かなくなりました。仏壇捨てました。ご飯徳さん、同性愛も癒されます。癒されます。天皇崇拝やめたら心が軽くなりました。お金を燃やした、燃やすことはないですが、心がすっきりしました。お米が美味しくなりました。仏壇を捨てようかと思っています。中絶ダメならですね、養子に出すことができますので連絡をください。養子に出すことができます。殺してはいけません。天皇は日本の象徴だが絶対ではないと知りました。毎日乗ってたら心が癒されてきました。イエス様を信じます。アメン。クリスチャンになってよかったと思ってます。進化論のページを燃やしました。毎日お風呂で祈るのが習慣になりました。偶像崇拝やめたら履かなくなりました。聖書の勉強を学校でするべきだと思います。アメン。人助けをしようと思いました。アメン。朝晩イエス様だけを拝んでいます。アメン。家が仏教だからクリスチャンになれません。そんなことはありません。私の家も仏教でしたけどクリスチャンになれました。聖書は英語の勉強にいいね。イエス様を信じたら自由になりました。中絶はダメだってことを学びました。葬式はどうしたらいいでしょうか。仏式の葬儀は出ないことをお勧めします。仏式の葬儀は死者崇拝、先祖崇拝なんですね。勇気いりますよ。勇気いりますけど祝福も来ます。祝福も来ますから勇気を出して、仏式の葬儀を、出ないことをお勧めします。
産んだ子供を育てられなかったら養子に出せばいいと分かりました。聖書を読んで号泣しました。キリスト教式の葬式もありますよ。キリスト教式の葬式、今だんだん増えてますね。養子に出すっていうのはそういう団体があります。私知っていますが、そういう団体を紹介します。命、小さな命を守る会というのがありますね。小さな命を守る会という会でググってください。そこで養子を養子をすることができます。小さな命を守る会ね。小さな命を守る会。はい、ありがとうございました。もう時間なくなっちゃったのでこれで終わりにしましょう。はい、心が現れました。はい、ありがとうございました。はい、それではですね、ファイナルメッセージいきましょうね。ファイナルメッセージ、ファイナルメッセージですね。はい、ですね、皆さん、今日は日本の問題点、を見つけたというね、見つかった、日本の問題点が見つかったというタイトルですが、日本が、特に偶像崇拝が多くて、ですね、偶像崇拝を強要する国だということですね。結局ですね、戦争中もそうですね。戦争中で宮城要拝、ね、天皇崇拝、あれは偶像崇拝を強要されたということですね。皆さん、今北朝鮮でですね、キム・ジョンウという人が、まあ、息子ですよね、キム・ジョンイルの息子ですが、キム・ジョンウを偶像化して国民にですね、偶像崇拝を強要していると思いませんか。北朝鮮の問題点は国民にキム・ジョンウ、を偶像として、偶像崇拝を強要していると思いませんか。ですよね。ヒトラーの場合もそうです。毛沢東の場合もそうです。世界の歴史を見るとみんなそうなんだよっていうことですね。世界の歴史というのは偶像崇拝の強要の歴史なんです。偶像崇拝の強要の歴史、ローマ皇帝もそうです。それが、世界の歴史の歴史なんだということ。その中でクリスチャンが戦ってきたのも世界の歴史なんです。だから日本も同じなんです。日本もですね、偶像崇拝の強要の歴史で、北朝鮮ほどじゃないかもしれない。北朝鮮は本当に深刻ですね。北朝鮮ほどじゃないけれども、偶像崇拝を日本も強要されてるんだよということですね。そういうことで、日本で大事なのはその問題点に対して、そうか、偶像崇拝を強要しているのが悪魔なんだ、悪魔が偶像崇拝を強要しているんだということです。そしていろんな形の偶像崇拝があるんだよ、ということで、その偶像崇拝の反対が、イエス様を信じるということ。これ大事なポイントです。いいですか？偶像崇拝の反対がイエス様を信じるということです。イエス様か偶像か、どっちかだということ。これ大事なポイントです。どっちかなんです。イエス様が、まことの生ける神。偶像は神ではない。ね、どっちかなんです。イエス様か偶像か、
このことをしっかり理解しましょう、ね、大事なポイントです、皆さんが大事なポイントを理解する、真理を理解するということですね。ですからぜひ皆さん、偶像崇拝が良くないんだ、偶像崇拝はある意味で悪魔崇拝なんだということですね。偶像崇拝は悪魔崇拝なんだということを理解してください。はい、それではですね、今日ね、大事なポイントを今日なんか言えたような気がしたんですが、皆さん分かったでしょうか。そうか、偶像崇拝してきてしまったんだ、私も偶像崇拝してきてしまったんだ、偶像崇拝をやめて、つまり偶像崇拝をやめることを悔い改めと言います。偶像崇拝をやめることを、悔い改めと言います。皆さんの中でそうか、悔い改めて偶像崇拝やめよう、偶像崇拝やめてイエス様を信じよう、偶像崇拝むさぼりをやめて、偶像崇拝をやめて悔い改めてイエスキリストを信じようという人、アメンと言ってください。アメンアメン。本当の神を信じよう。虚しい嘘の神ではなくて誠の神を信じよう。偶像崇拝を悔い改めて、悪魔崇拝を悔い改めて、イエスキリストを信じようという方、アメンと言ってください。アメンアメンアメン。素晴らしい。アメンアメン。素晴らしい。アメン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 。天の父様、私たちは、この偶像崇拝を強要する日本人として生まれてきましたけど、そしていろんな形で、偶像崇拝を強要されてきましたけど、イエス様が憐れんでくださって、選んでくださって、私たちがイエス様を信じるようにさせていただきました。偶像から離れ偶像崇拝をやめることができたことを本当に感謝します。今アメンと言った方々が悔い改めて偶像崇拝をやめてイエス様を信じました、イエス様を信じました、どうぞ彼らの罪を許してください。彼らの罪を許し、イエスキリストを信じる誠の信仰に入ることができますように、偶像崇拝をやめることができますように、偶像崇拝をやめることができますように、悪魔から離れ悪魔から離れ、イエスキリストを愛する人生、イエス様に従っていく人生が始まりますように、彼らを救ってください、彼らを救ってください。そして今日日本の問題点が見えてきました。日本の問題点は偶像崇拝を強要する国だ、偶像崇拝を強要する国だということが見えてきました。どうぞこの真理が聞いているリスナー方々が全員が、分かち合って悟って理解して、この日本のために取り成していくために、この問題点をしっかり理解することができますように、そして一緒にこの日本の罪を悔い改めをしていくことができますように、イエス様、日本が偶像崇拝を強要してきた罪、偶像崇拝を人々に強要してきた罪を許してください。日本人に脅して偶像崇拝を強要してきたこの日本の罪をどうぞ憐れんで許してください。イエス様、アジアの人々に対しても偶像崇拝を強要しました、踏むように調整してきました。イエス様、どうぞ日本の罪を許してください。日本の罪を許してください。日本から偶像崇拝が取り除けられますように、イエス様、日本から取ってください。偶像を取ってください。偶像崇拝を取ってください。偶像崇拝の罪を取り除いてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン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 。ハレルヤ。アーメン。皆さん、
こうやって放送をしながらですね、私自身もですね、皆さんにこういろいろ教えて伝えていますけど、しかしそこにも流れがあってですね、まあ、同じこと言ってるようだけど、さらにこう進歩していくというか、さらに深くですね、学んで深く伝えてるつもりなんです。で、私自身もですね、日本の問題点は偶像崇拝の強要だっていう、まあ、一つの、まあ、結論ですね、一つの結論が見えてきたんです。ですから、皆さんもこのことを理解して、そうか、日本の問題点はそこだったんだということで、次のステップに行きましょうね。まあ、これからどうしたらいいかということを一緒に探っていきたいと思います。日本のリバイバルのために、真理から真理に聖霊様が導いてくださいます。私たちは、だん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 深く深く真理が分かってくるんですよ。ですから皆さんもぜひ考えてください。祈ってください。御言葉から学んでください。そして、神様から何か学んだことがあればどうぞフィードバックしてください。私の方にですね、旧牧師こういうことを思わされました、こういうふうに、悟ることができましたという、それをまた、放送で還元してですね、お互いに学んで、お互いにですね、悟っていきたいと思います。皆さん、ぜひぜひですね、このあれですね、真理を追求していく、探求していくということの中で、日本のリバイバルが、この来るんではないでしょうか。本当に皆さんの協力ありがとうございます。皆さんの祈りをありがとうございます。一緒に歩めること嬉しいです。皆さんと分かち合えること嬉しいです。イエス様の教えを分かち合い、イエス様に、共に祈れることを本当に嬉しいです。兄弟姉妹の皆さん、私たちは真理を知ることが許されました。イエス様を知ることが許されました。イエス様のために生きることが許されました。そして神様に認められています。イエスキリストを信じる信仰によって神様に認められ祝福されています。喜びましょう。ありがとうございました。また明日、明日11時に、花さんの放送がある予定です。シャローム、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 シャローム。